はい、今ね、ロハス村 TV ショッピング終わりました。ご苦労様でした、はい。ご苦労様でした。お疲れ様でした。ほんと楽しい。もうセクシー田中いいから。いや、ほんと楽しくてね、ついついなんかこう乗ってしまって。はい、今回ちょっと、尺取り、急遽撮らせていただいたんですけれども、このセクシー田中さん、なんなんやっていうか、誰なんやっていうようなことがありますんでね、はい、ちょっと田中さんの自己紹介を兼ねまして、ショートでムービー撮りたいと思います。はい、はじめましてというかね、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。田中さんね、はい、下のお名前は何て言うんですかね。はい、下の名前は椎名って言います。田中椎名さんですね。はい、まあ、椎名ちゃんっていう風に名前をしようかどうしようか迷ったんですけれども、ちょうどね、テレビの番組でセクシー田中っていうようにあって、ね、田中さんもファンだということでね。はい、すごく見てました、ね、あのベリーダンス。だからセクシー田中路線で行こうということで、はい、テレビショッピング始まりました。はい、ちょっと押されてしまいましたけど。さすがでございます。いえいえ。早速なんですけど、自己紹介をね、はい、ちょっと簡単に言っていただいていいですか。はい、田中椎名です。普段は介護職をしておりまして、2024年ミスアースジャパンにエントリーさせていただきました。で、今回縁があってなんとロハス村 TV の MC まで務めさせていただきましたことをとても感謝しております。これからもどうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、田中さん介護職、はい、どういった形で介護職になったんですか。ちょっとそのあたり。そうですね、もともと看護師になりたくて看護学校に入ってたんですけれども、はいはいはい、そうですね、もうやっぱり看護学校ではちょっと金銭的な面で持たなくて、やっぱり親に頼らずに自分の力で生きていくっていうので、朝から晩まで働いてちょっと体壊しまして、あ、でバイトしながら。そうなんです。へえ、すごいじゃない。うん、ちょっと、まあ、体壊して看護学校を辞めたんですけれども、うん、やっぱりどうしても人を助ける道に進みたいっていうので、じゃあ介護福祉士になったらっていうので、働きながらできるよっていうので、うん、やらせてもらって、今までずっと介護の道で。これは、はい、働きながら介護福祉士を目指してたんですか最初。そうですね、実務経験で3年働いたら一応そういう資格が取れるので、まあ、そこで勉強して試験に挑むっていう形になるんですけども、うん、そこで見事幸いのことに合格しまして、おずっと、うん、何年前に受かったんですか。そうですね、23歳ぐらいの時ですかね。あ、そう、まあ、お年はちょっと聞いてられるかもしれないんですけど。いや、29歳です。あ、言っていいの。はい、5年前です。あ、5年前に取られて、はい、もう正式にその介護職員として今現在働かれてるという状態ですね。はい、そうですね、はい。あ、そういった中で何かこういった MC にね、うん、まあ、出ますって言ってくれたんだけれども、うんうん、そのきっかけって何かあったんですか。いや、本当ミスアースにエントリーさせていただいて、こういろんな方から、ね、ご紹介いただいて、でたまたまご縁がありまして、ちょうどロハス村 TV の MC が変わるんでどうっていうのでお誘いいただいて、もうぜひ、もう今まで MC なんて本当にやったことなかったんですけど、もうこれはやってみたい、ぜひね、自分が変わるチャンスになればと思って、ぜひ引き受けさせていただきました。はい、はい、分かりました。まあ、こういったね、田中さん、うん、非常に介護職もされて、うんうん、非常にね、セクシー路線っていうのはもう無縁だったんですけれども、まあ、これからね、はい、セクシー田中にもなり、ある時は介護職員、ある時はセクシー田中ということで出ますので、はい、皆さんそのギャップもありますけれども、楽しみにね、しながら毎月ですね、やりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さん応援よろしくお願いします。はい、まあ、今日はどうも田中さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。それじゃあ、さようなら。さようなら。